お邪魔しまーす。リコ、来たよ。部屋で待ってくれてるって聞いてたけど、リコ、ウサギになっちゃったの？こんなにモフモフで可愛くなっちゃって、アイさんがずっと抱きしめててあげるね。おー、よしよし。そんなわけないでしょ。冗談だってば。人懐っこくておとなしい子ですね。それに垂れたお耳がとっても可愛いです。うん、毛並みもふわふわしててね、めっちゃ気持ちいい。あ、私も抱っこしてみたいです。ふわふわの虜になっちゃうよ。リコ、飼い主さんから連絡はあったの？ううん、SNS に写真を上げて飼い主さんを探してるんだけど、まだ連絡は来てないわ。 SNS には学校の連絡先を載せているから、飼い主さんから反応があればいいんだけど。そう、早く見つかるといいわね。心配してくれてありがとう、マキちゃん。飼い主さんが見つかるまではリコのお家で面倒を見るの？うん、学校がある日はお母さんに頼もうと思って。なるほど、それなら安心ね。それじゃあ早速だけど、みんなにお手伝いを頼んでもいいかしら。実は昨日見つけた時は時間が遅かったから、お世話に必要なものがまだ揃えられていないのよ。オッケー、それじゃあ手分けしてお世話グッズを調達しに行こう。なら買い物に行くチームとここに残るチームに分かれた方がいいわね。じゃあリコとマリーのどっちかがお世話するチームになった方がいいんじゃない？懐いてる人がそばにいてあげた方がこの子の負担も少ないと思うしね。それじゃあマリーがお買い物に行くわ。リコはこの子の面倒を見ていてちょうだい。うん、任せて。それじゃあアイさんたちも二手に分かれよっか。